キム・ハンセン、フェザー級転向2戦目。一方、高谷博之。ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、レディー、ゴー。さあ、ゴンが鳴りました。フェザー級注目の一戦が今、幕を開けました。さあ、高坂さん、はい、この二人の対戦というのが本当にこれ楽しみですよね。いや、そうですね、もう最初からもう正面衝突してますよね、はい、やはりこの二人の対決というのはもう殴り合い止めだと、うん、右のフックが入りました。高谷博之、殴り合いというのが期待できますよね。そうですね、右返していきます。ハンセンです。弱気もサースポーに構えてるんで、右手前手のフックですよね。これ気をつけなきゃいけないんですけれども、はい、スイッチもするんで、その辺とかのこう高谷の対策の立て方とかですね。そうですね、まあ、このサウスポー対策は十分に立ててきたと語っていました高谷です。右の、ね、フックと右のアッパーが怖いんですよね。ハンセンですか、はいはい、左右のフックと右のアッパー、これに気をつけなければならない。最近左もまっすぐ打てるようになってるんで、はい、そしてローキック上下に打ってきます。高谷ハイキックです。で、分からないところで膝もあるんですよね。なんといってもあの膝でこのカードをノックアウトしたあのシーンが脳裏に焼き付いています。さあ、笹原さん、はい、この次期挑戦者決定戦とも言っていいこの2人の試合なんですけども、はい、やはりこの独特の緊張感がありますね。スリリングですね。高谷選手すごく積極的ですね、積極的な印象を受けますね、はいはい、そうですね、やはりこれ青木さん、先手先手を取ってやろうという気持ちですかね、はい、そうですね、高谷選手のローがいいですね。序盤からローキック、そして入って打ち分けます。いつもより蹴りの比率が多いと思うんですよね、高谷選手が。そうですね、はい、ハンセン右のジャブから左出していきます。さあ、気づいていく。そうですね、ちょっと膝狙ってましたね、はい、このリーチだともう膝が、ね、リーチさが飛んでる膝が怖いですよね。さあ、タックル、高谷がタックル、しかしハンセンが打っていきます。取りましたね、首を取ります。いいじゃないですか、首立ててるんで、はい、高谷これはディフェンスしてますね。そうですね、ただこの後、この後セ、このセットからいろいろ変えてくると思うんで、はい、あ、かけます、外しましたね。そして至近距離膝を使っていく、体勢入れ替えました。浮気のハンセンって自分がまずくなる前に攻撃してたのを解いたりとかするんですよね、だから、結局絶対自分がこうマイナスマイナスにならないように試合展開作るんで、だから展開が早いんですよ。つまり早め早めに自分で手を打っていくわけです ね、 そうですね、手を変えると言いますか、はい、片足を掴んで倒そうとします。右の脇を刺します。コーナーに押し込んでいきました。膝を使っていきます。膝、青木さん、やはりこの岩木ハンセンの膝要注意ですね。そうですね、高谷選手は実は打撃の選手だと思われがちなんですけど、はい、タックル切りがめちゃくちゃうまいんですよ。タックルを切る技術、はい、タックルを切る選手なんですよね。そうですか、はい、実はそこも波落としがちなんですけど、その動き注目しましょう。さあ、またにフラッシュをつないでハンセンが倒そうとします。シングルダブルになりますね。胴に回していきました。いや、すごいですね、これやられると結構スタミナ削られちゃいますよ、高谷は。ですから高坂さん、この辺りの動きを見てもハンセンのこの攻撃のバリエーションというのが多彩ですよね。そうですね、あとあの動きのバリエーションなんですよね、はいはい、だから自分の動き、いろんな種類の動きを持ってるんで、1回目やった動きと2回目やった動きが微妙に違ったりとかするんで、はい、だからかかってしまうんですよね、高谷選手はスイッチしての右に見せましたね、はい、さあ、残り1分を切ります。第1ラウンドです。笹原さん、はい、もう時間が経つのが本当に早いですね。自分ですね、はい、ここもあっという間ですね、はい、ちょっと探り合いみたいになってきましたね。そうですね、まずはお互いの可能性、おっとミドルを出しましたハンセンです。2階級制覇を目論む処刑人、右のフック、さあ正面から打ち上げた、右入った、入りましたね、入りましたね、